レドオンドビーチはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡の都市。マンハッタンビーチ、ハモサビーチ、そしてレドンドビーチの3都市からなるビーチシティーズの一つである。人口は2010年国勢調査で66,748人で2000年の63,261人により3000人以上増加した。市はロサンゼルス大都市圏のサウスベイ地域に位置する。 市の範囲は南北に細長く、海岸沿いの地区とマンハッタンビーチやハモサビーチから内陸に入った地区の2つに分けられる。レドオンドビーチの起源は1785年にスペイン人のランチョサンペドロに与えられた土地の一部であり、その土地は現在のサウスレドオンド地区にあたる。主な見どころはレドオンドビーチ桟橋やサンディビーチなどで観光客やスポーツ愛好家の間で人気である。 ノースレドンドビーチには、ロサンゼルス軍都市圏交通局グリーンラインのレドンドビーチ駅がある。広大な砂浜は、南のパロスバルデス岬から始まり、北のレドンドビーチ桟橋に達する。この砂浜は、ラットビーチとして知られている。ザストランドと呼ばれる舗装されたサイクリングコースは、南のトーランスからサウスレドンドビーチを通り、北のハモサビーチ、マンハッタンビーチを抜け、 サンタモニカイイタル。ザストランドの日常風景は、数千人の人々が、自転車のほか、ジョギング、スケートボード、ローラーブレード、車椅子、散歩をしたりしながら、太陽や波を楽しむといったものである。海岸沿いを通っていた道は、キングハーバーマリーナとサンの施設周辺で一旦、海岸から離れ、道路に設けられた専用レーンを1マイルほど進み、ハモサビーチで、 再び海岸沿いに戻る。サーフィンは、サウスベイ地域のライフスタイルでは、年間を通じて、重要度が高く、クリスマスや元旦にもサーフィンをする人が見られる。レドンドブレイクウォールは、サウスベイ地域では有名なサーフィンスポットである。普段は、サウスベイ地域に穏やかに打ち寄せる波も、冬の太平洋で発生する嵐によっては巨大な波に、時には恐ろしい怪物のようにもなる。 2005年12月には最大で4.6メートルから6.1メートルという過去最大の波が観測され大波に逆らってサーフィンをしようとしたサーファーが一人救出されたビーチバレーもレド・オンド・ビーチのライフスタイルでは重要なものである広大で平坦な砂浜はビーチバレーにとって完璧な環境でポールとネットは常時設置されており市が整備を行っている 近隣のハモサビーチ、マンハッタンビーチでは、アベップの主催する大会が開催される。オリンピックの金メダリストケリー・オルシュ・ジェニングスとその、夫で、ビーチバレー選手のケイシー・ジェニングスは、レドオンドビーチに住んでいる。近年、レドオンドビーチは、映画やドラマ等の撮影地として人気が高まっている。ックスで放送された、テレビドラマザ・オシーでは、レドオンド・ユニオン高校、レドオンドビーチ桟橋・サン 市内の公園等で撮影が行われた。また、ベイウォッチシリーズの撮影拠点にもなった。サウスベイガレリア、ローンデールとの境界近くにあるショッピングモール。レドンドビーチは東西に走る190番ストリート、アニータストリート、ヘロンドストリートを境に南北2つの地域に分けられる。南側のサウスレドンドには、サンバシやマリーナハーバーの施設があり。 北のハモサビーチとの境界線はほぼ一直線になっている。海岸沿いを通るパシフィックコースとハイウェイより、海側はレストランやボートのアクティビティで熱狂的で人々は活気に満ちており常に忙しい。ハイウェイの内側は大半が住宅地となっている。南北のレドンドビーチを分けるマリーナにはアイス車の発電所がある。発電所が 今後25年間の創業を停止することになり、その敷地をどう活用するかが過去10年の市の政治的な議論の中心であった。発電所には世界的に有名な芸術家のロバート・ワイランドの壁画、グレーホエール・マイグレーションが横179メートル、縦29メートルの大きさで描かれている。サンバシア・マリーナの近くの小さな商業地域はかつては 漁業や缶詰製造に力を入れていた。桟橋は魚などの食料品や缶詰をアメリカ国内の他アジア地域へ輸送するのに使われていた。しかし1970年代から1980年代にかけてこれらの産業は衰退していった。1990年代になると海水浴客によってマリーナの周辺は復活を遂げた。新たな住民は ビーチウェアやサーフィンのアクセサリーを売り始めた。サウスレドンドビーチには広い砂浜があり、のんびりとした雰囲気に満ちている。住宅地はノースレドンドビーチよりも若干高級である。市民センターには図書館も設置されている。ノースレドンドビーチは190番ストリートより北、海岸沿いのハモサビーチの大部分とマンハッタンビーチの一部地域の内陸に広がっている。 住宅地が主であるが、市の主要な産業、商業地域も含んでいる。サウスベイガレリア、ショッピングセンターもあり、アーティシアブールバード周辺を活性化させている。レドンドビーチパフォーミングアーツセンターは、サウスベイ地域の主要な文化施設の一つであり、ロサンゼルスバレット、ディスティングイッシュとスピーカーシリーズ、カラコアエンターテインメント等様々なイベントが行われる。 レドンドビーチ図書館の北文館がノースレドンドビーチ地域に置かれている。市の子供の約3分の2はノースレドンドビーチに住んでいる。レドンドビーチ近隣には初期からアーツクラフツ様式の住宅が多く建っていたが、より裕福な人に購入され、モダン様式の建物に急速に建て替えられていった。海岸部には2世帯、3世帯の住宅が多く、 内陸部には一戸建ての住宅が多い。市内全域の新しい住宅の高さは9.8メートル以下に制限されている。マンハッタンビーチとは異なり、屋上を居住空間にしたり、ウッドデッキを設置することができる。ダウンタウンのリビエラビレッジという愛称で呼ばれる地区では落ち着いた雰囲気で買い物や食事を楽しむことができる。2004年以降、いくつかのレストランが新たにオープン。 もしくはリニューアルされ、地元に好影響を与えている。ダウンタウンには、洋服や流行品を専門に扱う商店や、ブティックが多くあり、ワインテイスティングのできるギャラリーも3カ所以上ある。ヨットハーバーや桟橋のあるマリーナは広く、韓国海鮮料理のレストラン、観光客に人気のバー、ゲームセンター等もある。 桟橋は地元の釣り人にとって人気のスポットで、ロサンゼルスの内陸部からも多くの人が独特の形をした長い桟橋へ釣りをしにやってくる。桟橋に隣接したマリーナにはさらに6軒のレストラン、海産物店、約100種類のビールが飲めるパブがある。桟橋やハーバー周辺の巨大で確一的なコンクリートの建造物はサウスベイ周辺の他の地域に見られる由所があり。 居心地の良い雰囲気の街並みとは全く対象をなしている。市の包括的年間財務報告書2009年版によれば、市外の雇用ストップ10は以下の通りである。ビーチでの生活はかなり高くつく。ロサンゼルスタイムズのデータによると、1999年から2005年にかけ、不動産価格の上昇率は年約20%であった。 海岸まで徒歩ですぐ行けるような土地は100万ドル以上の価格で販売され、海が直接望めるような土地では200万ドルを超す。雑誌マネーでは、レドオンドビーチ周辺をアメリカで最も物価の高い場所と位置づけている。寝室が3つ、バスルームが2つの住宅の平均価格は、サウスレドオンドビーチで100万ドル、ノースレドオンドビーチで87万5000ドルとなっている。 2007年の金融危機は、住宅価格に影響を与えたが、他の南カリフォルニアより深刻ではなかった。1991年6月のレドンドビーチ桟橋、レドンドビーチは、北緯33度51分23秒、整形118度22分37秒、北緯33.85639度、整形118.37694度、 33.85639-118.37694に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は6.24平方マイルで、このうち陸地が99%を占める。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。市の包括的年間財務報告書によると、市の企業の総収入は1億950万ドル。 総支出は1億680万ドル、総保有資産は2億8310万ドル、総債務額は6630万ドル、総投資額は7950万ドルとなっている。市の行政機関のトップは以下の通りである。市にはカリフォルニア州を78に区分した保健区のうちの一つであるビーチシティーズ保健区の本部がある。 保健区は1955年に設立され、サウスベイ病院の運営など、健康及びウェルネスサービスをハモサビーチ、マンハッタンビーチ、レドオンドビーチの住民に提供している。2002年にビーチシティーズ保健区は、ビーチシティーズの3都市の子供や家族に向けたフィットネス施設であるアドベンチャープレックスをマンハッタンビーチにオープンした。アドベンチャープレックスには、迷路、トンネル、 屋外ロッククライミング、ロープを用いたアスレチック、単位区間などがある。ロサンゼルス軍健康サービス局は、トーランスとレドンドビーチの近郊、ロサンゼルス市のハーバーゲートウェイ地区に、トーランスヘルスセンターを運営している。アメリカ合衆国郵便公社は、ノースカタリノアベニュー1201番地にレドンドビーチ、郵便局、ビアルプラド1715番地にレドンドビーチ第2、郵便局、 アーテジアブールバード2215番地に、レドオンドビーチ北郵便局、ホーソーンブールバード1815番地に、ガレリア郵便局をそれぞれ運営している。レドオンドビーチは、カリフォルニア衆議会上院選挙区では28区に属しており、民主党のテッドリューが選出されている。カリフォルニア衆議会下院選挙区では53区に属しており、 民主党のベッツィ・バトラーが選出されている。連邦議会会員ではカリフォルニア州33区に属している。2008年アメリカ合衆国大統領選挙ではバラク・オバマが59%の票を獲得し、ジョン・マケインの37%を上回った。市はレドンド・ビーチと、ありがとうございます。